多少なりの状況の悪さだったら跳ねのけてしまう自分の価値っていうものが必ずしもあったと思うの。一番那須大輔にとって変化を与えたクラブって何？どこ？やっぱ浦和かな。浦和、うん、それはなんで？浦和という街にサッカーがもう根付いてる。前回に引き続き那須大輔さんにゲストでお越しいただいてます。今回は僕ね、クラブオーナーを目指すというようなもと、いろいろな人に話を聞いているんですけど、やっぱ那須さんはですね、6チーム渡り歩いてるわけですよ。各チーム、各ね、事情いろいろあると思うんですけど、そういったところを今日はお話を伺いたいと思います。どうだったの、その6チーム渡り歩いて。結果的には良かった。いろんなチームを経験させてもらって良かった、うんうん、でも理想は啓太みたいな感じ。そうなの？なんでかって言ったら、やっぱり俺はそれだけの価値を見出せなかったのよ。プレー面だったり、それ代表レベルだったり、うん、やっぱり周りがもうこの選手はここにいなくちゃいけないと認めさせたっていう証であるから、そうだから俺はそういう形を作りたかったのよ。1クラブで俺は作れなかった人だから。それはなんかこうタイミングとか運とかももしかしたらあるのかもしれないけど、まあ、あるかもしれない、あるかもしれないけど、でもやっぱ多少なりの状況の悪さだったら跳ねのけてしまう自分の価値っていうものが必ずしもあったと思うの、まあ、もしかしたら他からオファーがなかったっていう見方もあるけどね。あるけど、俺の知ってるところでいう、うん、目指してるところはやっぱり代表レベルでしっかり出てる人たち、そこはもう俺の目指すとこだったの。じゃあその、うん、マリノスの魅力みたいなところ、うん、まあ、いいところ、うんうんうん、良くないところって聞くのも変だけど、うんうんうん、やっぱりその注目度だったり、そのチームが上位に行くことでの盛り上がり、うん、それがやっぱ選手に対する そのモチベーションの与え方っていうのがすごく上手だなっていうのは思ってたし、うん、そこはすごく若いながらにも感じてた部分。でもさ、うん、入ってすぐさ、うん、2002-2003優勝してるでしょ。した、うん、で、しかも出てたじゃん、うん、すごいよね。いやもう本当に運が良かったな。お岡田監督就任されて、うん、で、その時はまだセンターバックで勝負してたのかな、うん、開幕前のキャンプの時、うん、その時にインフルエンザになって遅れてキャンプ途中参加したの、うん、したらもう終わったと思ったの、アピールする機会失ったと思って、うん、そしたらそのキャンプの途中からボランチでスタメンチームの後半から出ることがちょこちょこあって、うん、で開幕の3日前ですよ、いきなり監督室呼ばれて、うん、那須、開幕戦スタメンだって言われて。岡田さんに？そう。と思って、うん、パスコースは奥大輔と遠藤昭弘だけでいいっていう。明確だね。明確です。わかりやすい。そう、下手に前狙うなと。そう、じゃあ前も見えなかったし。あとは守備をしろっていう明確なメッセージをしていただいて、それで晴れて、まあそのシーズンこう入っていけたっていう。なるほどね、うん、マリノスってチームの特徴ってどういうものがあるの？横浜 F マリノスってすごい個性がある選手たちが、あ、個がある選手ね、うん、それがみんなが重ね合うときはすごい力を発揮する。重なり合わないときは？合わないときはやっぱりうまくいかない。対立が生まれたりするときもある。だからそういうのをまとめる大きなリーダーシップがいると、より大きな力を生むチームだと思う。でも確かにマリノスの強い時、うん、いい時ってそのリーダーシップを持ってる選手がいたり、うん、そう、そのクラブのスタッフがいたりっていうのはなんとなくイメージつくよね。イメージつくでしょ、うん、だからなかなかそういう、ね、個性の集まりでまとまるっていうのは非常に難しい部分もあると思うんだけど、まあそのやっぱ強力なリーダーシップがいるとやっぱより強力になるっていうクラブなイメージありますね。6クラブ渡り歩いてるでしょ、うんうんうん、一番那須大輔にとって変化を与えたクラブって何？やっぱ浦和かな。浦和、うん、それはなんで？浦和という街にサッカーがもう根付いてる。クラブスタッフ見ても掃除のおばちゃんでもそうだし、おう、だからそういうみんなが浦和レッズを応援してる、一緒に戦ってるっていうのを言葉で示してくれる。いやまあだからより伝わりやすかった。なるほどね。でじゃあ、うん、一番ね大変だった時期のクラブって？それは個人的に、ね、個人的にでもいいし、個人的には柏レイソル。
レイソル、うんうん、ジェネシーニョ監督の下でこうやらせてもらって、うん、もちろんいろんな経験値を積ませてもらったんだけど、うん、いろんなポジションできたじゃん俺、うん、割と後ろだったらね。確かに。だからその器用貧乏みたいなところで一つの俺ポジションで確立させたかったのよ、うん、なるほど、うん、だけどなかなか確立できなかったから他のポジションでっていうところで、あそこのなんか葛藤みたいなのが1年間ずっとあったの。その柏って、うん、クラブの中ってどういう感じなのかな、うん、あのね、なんかね、うまく伝えられるか分かんないけどすごく独特な今まで感じたことない雰囲気のクラブだったの。独自の空気感持ってる。そう、うん、もうほんと柏村っていうところにこう入り込んだみたいな。まあそれで言うとさ、我々の世代言うとさ、うん、谷、大谷がさ、うん、ずっといるじゃない。いる、いる、いる。やっぱ彼はそれの象徴なのかもしれないね。そうだね。独特だもんね。独特じゃない。谷もね。そうでしょ。うん、うん、分かる分かる。だからなんかあの雰囲気というか、うん、どっちかっていうと俺さ、うん、明るく楽しくが、うん、ワイワイっていう中の、うん、でただこう暑さも見せたりみたいな感じでやっていきたいタイプじゃない。うん、だけどちょっと違ったかな。柏ちょっと違った。ちょっとやっぱ谷の雰囲気だと。あの雰囲気冷静な感じで。確かに。うん。スッとしてるよね。そう、一歩引いてこう見いろいろ見られてるみたいな。うんうん、だから俺も上だったからちょっとシャキッとしないとみたいな。だからちょっと違和感感じたかもしれないね。そうそうそう。で俺ね、一番興味があるのがジュビロなわけ、うんうんうん、地元でしょ、うん、でもともとジュビロってその黄金期があって、うんうん、やったね、そこからうまくいかない時期がこう長く続くというか、うん、でもそこで那須はキャプテンもやったりさ、うん、したわけじゃん、うん、クラブの雰囲気とかってどうだったんだろうな、うん、みたいな、うん、その黄金期は七海さんとかも含めいろんな選手たちが、うん、プロ選手はこうあるべきだっていうスタイルをしっかり確立させて、うん、サッカーも確立させて、うん、でその中でやったからこそのやっぱジュビロ磐田の黄金期だったと思うの、うん、でもそういう人たちがどんどんいなくなってって、うん、じゃあ誰が今度はっていう、だからそこで、まあ、俺移籍してって、だからこそ逆に俺が前に出ないといけないと思った。選手たちにこう葉っぱをかけたり、うん、その考え方とか伝えたりとかで監督にも話しに行ったりとか直接でそういうのやんないといけないなと思って。なるほど、うん、じゃあそのねマリノス、うん、次がヴェルディ、ヴェルディ、ジュビロ、うん、でレイソル、うん、レッツ、うん、そして最後ヴィッセル行くでしょ。ヴィッセル行くね。もう全てのいろんな経験をしてきた中で、うん、そのヴィッセルに入って、うん、すごくこう変化を迎える時期なわけじゃない、うん、そうだね、そうだね、うん、そこはそのクラブとしてどういう感じだったの、うん、クラブとしての色っていうのがあんまりこう定まりきってなかったっていうか、うん、チームの方針というか、だからそれを監督レベルに任せるのか、どこに任せるのかっていうところ、うん、舵取り役がまだしっかり定まってなかったっていうところ、うん、実際それがこう変わっていった感じがあるの。いや変わってった、まあ、それはやっぱ移籍した選手でもあり、うん、まあ、そこにいたクラブスタッフの方々の意識レベルの変化だったり、うん、だからそこは本当相乗効果でフロントと喋りに行ったりとか、フロントサイドも話してくれたりとか。あ、そうなんだ、うん、へえ。そういういろんな変化があって、うんうんうん、そう、それでチームとしてのこのまとまりというか、まあ、戦う方向性っていうのがしっかり定まってきた中での最後の天皇杯優勝という形。そうだね、うん、あとはファンサポーターとの関わりっていうところで言うと、うん、もっとなんかこうね、うん、盛り上がってもいいのかななんて思う部分で見たりはするんだけど、うん、そのあたりってどう。チームによってサポーターの色ってあると思う。温かいチームもあれば熱いチームもあればとか、うんうん、いろんなねサポーターの応援の形っていうのもあったけど、ヴィ、うん、ッセルもすごいこう温かさもあり熱さもありだったの、うん、だどっちのその中間ぐらいの立ち位置にあったから、うん、俺はちょっと熱い方にちょっと来てほしかったのよ。お、なるほど。今は選手はその温かさを求めちゃうまく成長しないと思ってたの。お、行った中で。なるほど、うん、だから熱い寄りにしてほしかったから、まあ、連敗した時に俺サポーターに話していったのよ、うん、なんていうの、覚醒器持って、うん、そう、サポーターの声っていうのが選手は思ってる以上に本当に支えになると、うん、だから選手を煽ってもいいし何でもいいから、うん、とにかく火をつけてほしいって。今チームに必要なのはちっちゃな火種が必要なの。なるほど。その火種をサポーターがやっぱりつけてほしいって。なるほどね。その次の試合から声の質がもうすごい変わってくれたの。へえ。でそのベンチ外のメンバーとかが
その話をちょっと小耳に挟んでたらしく、いや那須さん本当話言ったの聞きましたねって、サポーター違いましたよねっていうのをあっちから自発的に言ってくれて、なるほど、それが大切だなっていうのを学ばせていただいたことなんだけど、今の話をさ、いろいろ聞いてね、那須大輔がこの6チーム渡り歩いて考える理想のチームって、どんな雰囲気だったり、選手とかその裏方の人とかも全部含めてなんだけど、でサポーターも一つのチームだよって簡単に言えば、みんな一人でもかけたり一人のでも手を抜くことによってどれだけチームが間違った方向に行ってしまうことかっていうのをそれぞれが分かってもらう上での尊重された集団になってほしいなっていう、じゃあサポーターとかとの関わり合い方で言ったら、もう煽ってくれと、煽っても全然いいと思ってる、もう好きに、一番の目標を忘れないでもらったら何を言われてもいい、お前らはタイトルだろう、タイトルを取ることだろうっていう思いのもとのこう葉っぱをかけるんだったら、それは選手にとっては有意義な言葉になるよ、なるほど、お互いにリスペクトを持って、ね、お互い持ってっていう、そのリスペクトは必要かなっていう、でもやっぱさ、そういうチーム作りね、やっぱやれたらね、嬉しいし、でもお互いにその誤解をする瞬間もあるけど、でもやっぱその目的ってこうだよねっていうことをちゃんと確認し合うじゃないけど、そういう時間は必要かもしれない、いやそうだね、今回は、まあ、あのそれぞれのチームの魅力とか、こうあるべきだっていうものについてお話ししていただきました。きっと那須大輔、ああこういうことやったんだろうなみたいなものが先ほどの話からは思い浮かびましたけれどもまあ次回は那須さんとサイスターを巡りながら、当時の思い出をお話ししていこうと思います。本日もありがとうございました。ありがとうございました。埼玉スタジアムツアーをやりたいと思います。おお、そこ来るとなんかこう鳥肌がちょっと立つ、俺ここだったと思う、なんか今思い出したいろいろ、だからあの音楽が流れる瞬間だよね、こうスイッチパチって入るの、確かに入場しようよ、ありがとうございます、せっかくだから